はい、こんにちは。任天堂スイッチ。ブルームバーグニュース。スイッチは値下げしなければ売り上げを伸ばすことはもう厳しい。さらに新モデルね、噂されているやつ。来年の中頃に出るんじゃないか、みたいなことを言っております。記事を読むと、任天堂スイッチが今年の年末商戦を前に試練の時を迎えていると。人気ソフトは少ない。本体、任天堂が自社で目標出荷台数を3800万台って言ってるんだけど、そこにはもう到底届かないんじゃないかと言っております。で、株価が 34% ほど、下落しているので、スイッチ発売前の株価と大体横ばいになってきてるということを言ってますね。まあ、あとは噂されているのが来年の中頃にスイッチ新型、どんな形か分かりませんけど、は出すんじゃないかということを言っております。まあ、これ値下げすれば売り上げは伸びないっていうふうに言っているんで、値下げすれば逆に伸びるかっていうところが勝負だとは思うんですけれども、逆に言うとこの記事だと値下げしないともう売り上げは伸びないっていう言い切りの言い方かなっていう記事でもあるんですけれども、まあ、ここから私の意見になります。で、すごく久しぶりに任天堂スイッチ本体とゲーム業界のお話をしますので、任天堂ファンの方や、任天堂スイッチファンの方、ちょっと厳しめの評価が出てくると思いますので、ちょっと閲覧注意でお願いできればなと思います。スイッチ自体は私が発売前に予想した、動きと全くその通り動いたかなと、自分で言うのもなんですけど思っております。Wii 後期から WiiU の流れをまた取ってしまうんじゃないかと。要は任天堂のゲームはいっぱい出ていっぱい売れる、だけれどもサードウェアのものがで入ってこない、売れないっていうところが来て、同じ形任天堂専用ハードっていうところで派遣は取れないんじゃないかなっていうのを思って喋ったと思うんですけれども、まあ実際、これ3800万台いってもちょっと遅いんですよね。プレステ4がもう8000万台近くまでいってるので、まあ、Xbox One は倒せそうな、でもどうだろうっていうところですけど、 Xbox One はいけそうな気はするよね、出荷台数でいうとね。だからいいんだけれども、そういう意味ではすごく、好調っていう見方もできるんですけど、そうは言ってもスイッチって新世代機なんですよ、次世代機なんですよ。厳密に言うと PS4 と Xbox One をもうスパーンと追い抜いて、いや、やっぱスイッチすげえ面白いわっていう状況を作り出してくんないと、ダメなんですね。だスイッチはあくまでその2機種を倒すのね。PS5 とXbox One の次、スコルピオじゃなくて、スカーレット、あそこと戦うのがスイッチなので、ゲームサイクルで言うとね、もしかしたらサイクル短くして、1サイクルに2台出すこともあり得るかもしれませんが、それはまだわからないですけど、それから見るにあたってちょっともうちょっと伸びていないと厳しかったのかなと思います。で、こう日本で生活しててね、日本のランキングだけ見てるとちょっとそんなはずないじゃんと思うかもしれないし、ちょっとずれてきちゃうんで、あくまで今回グローバルの、お話をどんどんしていきますので、まあ、ヨーロッパのランキング、アメリカのランキング、アジア、日本のランキングっていうものを見比べると、日本だけも明らかにおかしなランキングになってるんで、まあ、スイッチがバーッと入って、任天堂ソフトがバーッと入ってっていう、まあ、とにかくスイッチが強い国が日本なんですけれども、そうは言ってもですよ、今年モンスターハンターワールド、これはモンスターハンター初のね、世界同時展開だったわけですけど、ものすごく売れたじゃないですか。あれはやっぱり世界を取りに行って成功したからいけてるんですよ。日本だけ取っててもっていうのが今のゲーム業界ね。あくまで世界で全体でもうワールドワイドで売れるゲームじゃないと厳しいですよっていうのが、もうちょっと前からの、ゲーム業界の流れで、だからこそ世界世界って言って世界にどんどん日本のゲーム業界、ゲームメーカー、チャレンジしてるわけです。で、今年のグローバルチャートを見ると、今のところですよ、1位がスパイダーマンで、2位がゴッド・オブ・ウォー、3位が FIFA、4位がモンスターハンターで、5位がファークライ5なんですよ。なのでトップ5に任天堂ソフトが、あれ FIFA って一応任天堂スイッチあるんだっけ、まあ、一応このトップ5全部 PS4 版なんですね。 PS4 版なんですよ。で、ファークライ5のじゃあXbox はっていうと13位に入っております。合算じゃないです、これ PS4 と Xbox の合算じゃなくて、あくまで分離してあるんで、PS4 版の売り上げがもう上から5個まで占めてる。
これは確実に今世代機の、覇権ハードっていうことですよ。これが覇権ハード、もう本当に強い覇権ハードっていうことなんですけれども、まあ、ここに食い込んで入れていってほしいんですけどね。で、気になる6位がようやくスイッチが入ってくると、マリオカート8デラックス、まあ、これもね審議中ですけどね、Wii であったゲームですか、WiiU であったゲームですからね。で、さらに7位が、スーパーマリオオデッセイ。で、8位にコールオブデューティブラックオプス3。これも、ブラックオプス4か。これも PS4 ですね。で、9位にゼルダ。で、10位にスプラトゥーン2。という、このランキングトップ10を見ると、まあ、Xbox はいけたのかなっていう気はするし、まあ、そうですね。思うんだけれども、FIFA が Xbox だと22位なんだよね。そうなんですよ、FIFA。だスパイダーマンとゴッドオブウォーはもう PS1000 倍ですからね。だから今年のグローバルチャートの 1-2 が PS1000 倍なんですよ。まあ、モンハンも一応1000倍 4位のね。まあ、ただ、スチームあるんだっけっていうノリになってくると思います。で、まあ、そうだよね。本当はここの1位とかにマリオ、スーパーマリオオデッセイとか入っててほしいんだけど、まあでも、言うて、まあ、この、今年のグローバルチャートなので、マリオオデッセイ、もう前のものなので、まだ売れ続けてるっていうのはものすごいことではありますよね。ゼルダもまだ入ってるっていうのはね、ずっと定期的に売れてる。要は新しくハード買った人がそれを買ってるっていうことですよね。なのでグローバルチャートで見るとこんな感じで、さらに、見ていくとウィークリーチャートですね。ウィークリーを見るとね、じゃかなりまあ要は何が世界で売れてるかっていう、今週のウィークリーでいいですか、2018年11月29なんですけど、まず1位がコールオブデューティーブラックオプス 4PS4 版で、2位がコールオブデューティーブラックオプス 4XBOX 1版で、3位が FIFA 19、これは PS4 版、4位がアサシンクリードオデッセイ、これ PS4 版で、5位ここにスーパーマリオパーティー任天堂スイッチ入ってきます。で、6位に WWE、これが PS4 版で、7位がスパイダーマン PS4 版、8位がアサシンクリードオデッセイ XBOX 1、9位がフォルツァホライゾン 4XBOX 1、10位が FIFA 19、これが XBOX 1版ということで、今週のチャートでいうとトップ10に入ってる任天堂スイッチソフトってスーパーマリオパーティーだけなんですよね。で、まあ当然だから、さっきの今年のランキングを見ても任天堂商品しか入ってないんですよね、ランキングに。そこがちょっと世界的に見てやっぱりスイッチって、任天堂のゲームしか売れなくて、ちょっとトレンドから外れる。今ゲームファンってさ、コールオブデューティー、これはこのランキングだけ見ると、コール、まあもちろんフォートナイトとかあるんだけど、あと、あくまでこれ販売本数の話なので、フォートナイトダウンロードだからあれわかんないじゃない。この先週2億人突破したってね、ものすごいニュース流れてたから、あれを入れたら圧倒的に1位はフォートナイトだと思いますよ。フォートナイト全機種できるから、どの機種が一番人が多いとかっていうのはちょっと出してくれないとわかんないんだけど、まあとりあえず今週のチャートを見ると、まあこんな感じなんですよ。まあ FIFA やアサシンクリードや、コールオブデューティーブラックオプス4が出てないっていうのがきついよね。任天堂スイッチ版というか、そうなんだよね。だからサードが、スイッチに供給しても、結局スイッチのファンは、任天堂ゲームしか買わなくて、困ってしまうと。いうことですね。逆にスイッチでサードがランキングしてんのは、20位ですね、マインクラフト任天堂スイッチ。まあこれも古いゲームですからね、ちょっとね、 あくまで新しいゲームを追っていく話なのでちょっとどうかなと思うけど、でもそれで言うと25位にメガマン11任天堂スイッチ版入ってますね。これ素晴らしいですね。25位かな、という形になっているので、まあまあ本当に最初に予想した通り、任天堂ハードのまあ今までの流れ、任天堂はそれ変えたいのか変えてない、変えたくないかでいうと、どう考えてもやっぱなんとかしたいとは思ってると思うんですよ。新しいハード出しても自社ソフトしか売れない。だから任天堂ファンが買って任天堂ファンが消費していく、もしくは、任天堂スイッチを持っている人ってもう複数台持ってるパターンがすごく多いっていうニュースがあったと思うんですけど、複数台持ってて、任天堂
ハードはあくまで任天堂のゲームをやるために買ってるってイメージですよね。まあ私なんかだいぶそれに近いですよね。Xbox One、PS4、Switch 全部持ってますけど、基本的にうちで一番動いてるのは圧倒的に PS4 ですよ。で、Switch はやっぱ Switch でしかできないものをやります。なのでそれはやっぱり主に任天堂ゲームですよね。まあインディーとかあるんだろうけど、それは世界売上には影響をかけないので基本的にはね。まあそのマインクラフトみたいなね、あのドデカ空間みたいなのが出てくれば別ですけど、基本的には世界の市場を動かすっていうのはAAAタイトルだったりもう話題作なわけですよ。なので、本当に分かりやすいほど最初に私が話した通りの流れになってる。で、それは私が話したというか、分かりやすいほど Wii U とかと同じ流れになってるってことですよ。どうしてもこうなっちゃったね、今回もと思うんですよ。まあ、まだ分かんないですよ。まだ2年目だから、全然ここから巻き返しは図れるかもしれないし、まあ、世界で言うと EA やブリザードやアクティビジョンだとかっていう、本当に世界で人気のある、メーカーがあるわけですよ。これで言うと、今週1、2ね、1、2を取ったコールオブデューティーブラックオプス4、これアクティビジョンブリザードでしょ。まあ、元アクティでしょ。で、FIFA、これ3位は、EA でしょ。あと UBI もか。まあ、でも UBI はなんかクラウドでちょっとやってくれてんだよね。日本向けらしいですけど、あれ。アサシンクリードオデッセイだとかね。そうなんだよね。まあ、WWE のテイク2とかもそうだし。だからもうここ入ってるのがもうマイクロソフト、UBI、EA、ソニー、テイク2、アクティビジョン・ブリザード、ニンテンドーの、スーパーマリオパーティーという このメーカーなんで、本当に今年私のゲームショー、世界ゲームショー周りの動画を全部見てくれた方はわかると思うけど、本当にゲームショーのフロア歩ってて、ここすげえ、ここすげえ、何このブースのデカさっていうところがやっぱ上に入ってるんで、それがまあ世界のトレンドっていうことですね。本当に日本だけ見てると、そんなわけないじゃんってなっちゃうかもしれないですよ。日本はもう本当にありえないこと、やっぱ任天堂の国って呼ばれてるんですよ、日本は。それは海外でも日本は任天堂の国だからねって私今年言われまくりました。日本は任天堂の国だからねって言われたんですよ。それはまあいい意味で取っていいのか、皮肉で言ってんのかちょっと私には分かりませんでしたけど、まあ、スイッチっていうのはそういう流れになっていて、なかなか難しいですよね。まあ、スイッチならではのゲームっていうのも出てるんですよ。ワン、ツー、スイッチだったり、ダンボールのやつ、これなんだっけ？ニンテンドーラボ。ニンテンドーラボとか、あの、スイッチならではのゲームも出てるし、スイッチでしか遊べないって言ったらもちろんニンテンドーソフトっていうのはスイッチでしか遊べないんで、スイッチは買うっていうのがパターンかなとは思うんだけれどもね。出荷台数もうちょっといくかなと思ってますけどね。まあ今年出荷台数いかなかったのは単純にニンテンドーゲームがなかったってことよ。任天堂ゲームがなければ結果的に任天堂専用ソフトみたい、専用ハードみたいになってるのは売れなくなるわけよ。まあ年末、今年これからね、スマブラがありますから、そこでねまたちょっと伸ばすんじゃないかなとは思います。スマブラ1本のためにやっぱハードウェアを買うっていうぐらい、スマブラは、ハードを牽引できるソフト、パワーのあるソフトだと思いますので、スマブラは確実に入ってくると思いますが、まあ本当にこのチャートだけを見ると今年本当に世界で売れたゲームっていっぱいあるわけですよ。でも任天堂はそこからまた全然違うところにいる。まあそれはオンリーワンでそれでいいだろうっていう話でもあるんだけれども、そうなると結局任天堂専用ハード機じゃないですか。だから任天堂がやっている旨味ってやっぱりね、ロイヤリティね、最強だったファミコン、スーパーファミコン時代のロイヤリティ商法なので、やっぱりシェアを取りたい、トップシェアを取りたい。2位じゃダメなんですよ、こういうのは。トップシェアを取るんですよ。2位じゃダメなんですよ本当にプラットフォームシェア戦争っていうのは2位じゃダメなんですよ。だから1位じゃないんですよ。で、昔の流れで言うとセガがやっぱり厳しくなっちゃったんだよね。だってセガのゲームしか売れない、バーチャファイターとかしか売れないと。であとは基本的にマルチになると PS で買っちゃうし、PS にどんどん流れていっちゃって、サードパーティーがね。でセガはそれで一旦やめたわけじゃないですか。
ハードウェア一旦って、あえて一旦って言わせてもらいますよ。私は不死鳥のごとくにセガは倒れたままなのかってね、復活すると思ってますからね。で、他社にゲームソフトのみを提供し始めたと。だからみんなセガのゲームは大好きだけど、セガのハードはっていう話だったから、別に売れているハードで出してくれればみんなゲーム買うわけですよ。だから任天堂がそうならないっていうのは、企業体力、ファミコン、スーパーファミコン時代に圧倒的に作った体力があるから、まあ、そうなることは当面考えられない、ありえないと思うんだけどね。任天堂がハードウェアをやめて他社に供給するっていうことは、当面もう全然ありえない話ではあると思う。ないです、ないです、そんなことはないです。だけれども、なんとかしてやっぱりまたトップを取れるようなハードウェアにしていってほしいなと思うんですよね。やっぱりなんだろう、世界で人気のあるタイトルで、まあ本当にゴッドボース、スパイダーマンみたいのはいいんですよ。そこに対峙するのがマリオだったりゼルダだったりっていうね、その独占販売のハード独占販売なんですけど、コールオブデューティーだったりいろんなものっていうのがちょっと元気ないっすね。なので、ちょっとスイッチは予想通りになっちゃうかなと私は思います。ここから、まあ、巻き返してほしい願望はありますけど、ごめんなさい、本当に 数年間というか2年間あまり言わなかったんですけど、多分私は予想通りになっちゃうんじゃないかなと思っております。で、じゃあこのね、2万円台にする、今2万5000円じゃないですか、スイッチ。これを2万円にしたり1万5000円にするっていうのを早くやった方がいいなとは思うんですよ。ただ、それをやったからといって爆発的に伸びるかっていうと、それもちょっと考えづらいんだよね。逆にですよ、エルダースクロールテス6が任天堂スイッチ専用ってなったら、もうそれは売れるでしょ。だそういうことを欲しているわけですけどね。まあでも、3DS の時になかなか売れなくて、もう初っ端から大受けして、もうどうにもなんない 3DS 最初から終わったコンテンツですらなかった、始まってすらなかったって言われた中、大幅値下げしてね、アンバサダープログラムって言って、最初に買った人ごめんねって言って、異例の大幅、1年ぐらいでも任天堂ハードではありえない1万ぐらい下げたんですよね。それによって 3DS ってものすごく売れたんで、ただあれはその時に発表したファイアーエンブレムとかいろんなものがあったんですよ。なので価格を下げただけではないので、まあ価格を下げるんであれば、やっぱそのなんかものすごいやり方で、で一気に PS4 と Xbox One を射程に収める、そこまでいけないとちょっと派遣取るのは厳しいんじゃないかなと私は思いますね、これね。まあそうっすね。ここから個人的な話ね。私個人としては3機種持ってるんで、別にどれでゲーム出てもいいんですよ、好きなハードでやれるからね。もうね、スマートフォンとPC が強くなってて、コンシューマーもうね、あれこれ喧嘩してる場合じゃなくてさ、一回手をつないでさ、頑張ろうって やった方がいいのかなっていう気もするけどね。まあそんなこんなで、ちょっと今まで、控えていた任天堂スイッチの市場の話を、今回のニュースに絡めて喋ってみました。ものすごくね、なんだろう、聞いていて耳障りというか不快な思いをされた方は申し訳ございませんでした。あくまでこれは私個人の意見なので、どうこうっていう話ではないです。さらに私は全機種持ってるし、ゲームのファンなので、どこが売れようが私自身は関係ないんですよ。 Xbox が売れようが PS が売れようが任天堂が売れようがね、それこそあたりが売れようが、どこが売れたってそれ全然いいんですよ。面白いゲームができればいいっていう人間なので、そこはちょっとご理解いただければいいなと思います。そのわけで任天堂スイッチちょっと売れ行きが厳しくなってきたぞというお話でした。まあ、新型についてはちょっとニュースがあまりに少ないので、もうちょっと待ってからお話ししたいなと思います。聞いていただいてありがとうございます。またお会いしましょう。バイバイ。